こんにちは。今日はですね、電車の制御装置というのをちょっと見ていただこうと思って、今こうやって開いています。制御装置っていうのはですね、車でいうと、エンジンだと思ってもらえればいいです。車輪、タイヤを、制御するための装置ということで、具体的に何やってるのっていうことですね。ちょっとこの図面を見にくいんですが、見ていただくと、こちらの方へ寄っていただけるといいかなと思います。いいですかね。はい。これは何か分かりますか。パンタグラフですね。電車の上にありますパンタグラフ。長井鉄道の場合は1500直流の1500ボルトですので、家庭用の 1.5 ボルトの乾電池でいうと1000個分ということですね。この電源を使って、ここに丸があります。1234、これが、モーター主電動機です。この電気を使ってこのモーターを、制御します。回します。なおかつ回転数を上げます。それは速度を上げますね。でなおかつ減速もします。そういう制御を全てやるのがこの今ここに並んでいる装置、この図面になります。で具体的に大きなものだけちょっと見ていただこうと思うんですが、ここに LB123 と HB と、実際これですね、 123HB というのがあります。はい、で LB って何っていうと、ラインブレーカー、暖流ですね。1500ボルトを直接こう入り切りします。入れたり切ったりするスイッチです。で HB というのはハイスピードブレーカーと言います。高速度遮断機、もしこの回路に、過大な大きな電気が流れて、こういうものが燃えちゃったりとか、そういうことが起こる可能性の時には、高速度ですので、すごい速いスピードで回路を切りに行きます。それによってこれを保護しようと、モーターを保護しようと。ここにも同じようなちょっとスイッチがあります。それからこれですね、 OCR、 これもこれと同じようなことやってます。 OCR、 オーバーカーレントリレー、同じく過電流ですね。過電流系電気、これも回路に、大きな電流、ちょっとこれと値が違うんですけど、これで制御を切りに行きます。ただこれが LVR です。 OCR ってやつがありますね。 OCR、 LVR です。 LVR ってローボルトリレー、低電圧系電気、低っていうのは低いという。何やってるかっていうと、下線電圧見てます。1500ボルトが下がったとか、もっと言うと停電しちゃったという時も、同じくこの制御装置とかモーターを保護するということになってます。ちょっとこっち行きますね。じゃあこれ、ここに接触機10分ぐらい並んでます、上下で。それがこれになります。この丸ですね、ちょん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 で。電車っていうのはですね、モーター起動すると同時にここに抵抗器ってなります。抵抗器、学校で習った抵抗器ってこういうだと思うんですけど、ここの会社はこういうマークが抵抗器なんですね。なぜか私会社入った時からこうなんで。でこれを、抵抗をモーターに直接つないでおいて、それを抵抗器を少しずつ減らしていくことによって、電流を制御してモーターの回転数を上げようという制御です。だからここに1個ずつこれを順番にターンダックします。これがこれです。でこっち行きますね。ゾーンの中にこれレバーサーって言います。逆転機ですね。図面でいくとですね、これになります。何やってるかというと、モーターの方向を変えます。簡単に言うと、豊橋に着いた電車が今度岐阜方向へ行こうと思うと、電車は反対方向へ動かないか、逆に岐阜に着いたら豊橋方向に向かないかと。だからモーターの方向を変えるということで、ここで言うと、電気システム、アマチュアとフィールドっていう一つのモーターがあるんですが、それのどちらかをこうひっくり返してやればモーターの方向は変わりますので、その制御をこれでやります。だからこれは最終到着駅じゃないと絶対動かないのでね、折り返し駅とかから。あとこれですね、モーターカットって言います。その名の通りモーターを切ります。例えばこの車で行くと4つモーターがあるんですが、例えば1個だけモーター壊れちゃったよというと、例えば同じ回路の中にモーターがあるんで、1個壊れようが4個とも壊れようが電車は動かなくなっちゃいます。それでは困るので、1個壊れたら、これちょっとこれとこれセットなんですけど、これだけをカット、もうなしにしちゃいましょうと、ね、これで切っちゃいましょうと。切っちゃえばこっちの2個だけで電車走れるでしょという制御ができます。そのためにちょっとついてるスイッチですね。じゃあ、実際にちょっと動きを見ていただこうと思うんで、まずこれをちょっと見ていただきますね。まず運転手さん、運転台座りました。ハンドルで1ノッチというのを打ち入れます。これが動きます。1ノッチ取ります。はい。
こんな感じですね。こんな感じですね。これですね。で、1500V ボーンと入ってきますので、とりあえずモーター回ります。回ります。まず回ります。で、次はさっき言いましたここですね。この抵抗が今入ってますので、それを少しずつ短絡します。今度これをやります。抵抗を短絡して加速します。どん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 加速します。ですね、これはちょっとお客さんがあの車内に乗っ取って椅子に座っとるとこうお尻が、ね、コツン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 とか加速が感じるって言われてるんですが、それがそのままあれなんですね。で今その途中でちょっとこれが動きました。でこれ SPSPS って直列、シリウス P っていうのはパラレル、これとこれがまあちょっとセットなんですけど、まあ、あの学校でも習ったと思うんですけど、直列にするか並列にするかでモーターも電流変えれますので、直列で抵抗を短絡して並列に切り替えてまた抵抗を短絡してと、そういう制御でどん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 加速をしていくということをやってます。じゃあ、これをレバーサーです。さっき言った、モーターの方向を変えるんですね。あれだけです。単純にこういうふうに切り替わるだけですので、やってることはね。ただこの制御ちょっと面白いのはですね、このモーターを使ってこの軸を動かすんです。抵抗を短絡するときはこうやって回ります。でレバーサー回すときはこうじゃなくて反対へ回します。ここに爪があるので、この爪で引っ掛けて、やるとちょっと面白いです。はい。じゃあ、いつもはですね、さっきみたいにこうパツンパツンパツンやると、こんな感じでダダ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 ダって、こういうテスト。これは実際のゲイシャとは違いますね。ゲイシャはさっきみたいにカツン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 とこう加速しますけど、あの実際に電流しながら、こういうテストの時はこんな感じに流してテスト、まあ、こうあとちゃんと動くかとか、そういうテストになるということになります。そんなとこですかね。何かご質問等あれば、分かることでしたればあの高速域で走っている時に、はい、あのもう一回マスコンあのノッチを入れる時に、はい、その速度までカムを持っていかないといけないじゃないですか、はい、それまで時間結構かかりますよね。かかりますね。実際には、ノッチオフで、このカムモーターっていうのを回って、ここ、まあ、これここちょっと守りがあるんですけど、一番最初の位置まで戻ってここからもうダダダダダと回るんですが、ただ今みたいに一個ずつこういうふうに短絡していくんじゃなくて、今の速度に見合うところまでは、まあ、捨てノッチっていうんですけど、自分でダダダダダって言っちゃいます今みたいに、うんうん、ダダダダッと言ってそのところまで来たらカツンカツンカツンとこういうのまた先みたいに動くようになってます。いいですか。ちょっと彼教育センターの、 あの運転手さんの先生やってる人ですんで実際にあの皆さんが電車の運転手の先生ですので、はい、非常に詳しい方ですので、なら後でそっと聞いてもらってもいいと思います。はい、よろしいですかね。あとはマスコンで手前と奥でちょっとはい、奥やると直列で手前やると並列的にありますが、はい、あれ並列の方にやったら、うん、最初は直列で起動、そうです、その後並列、そうです。で奥にやると、うん、直列やって並列はいかないんですか。いかないですね。直列だけでおしまいですね。エスパラマスコンっていう、これ今ちょっとおもちゃ見ていただくと分かるんですが、分かりにくいかな、うん、一応これそういう両方用のマスコンも使えるようなテスト機なので、これはたまたま4ノッチマスコンっていうマスコン用の、1234のマスコン用なんで、そういうやり方をしてますけど、5300とか5700とか今の1000型とか、ああいうのはそのエスパラがありますので、当然そういう制御をするようにテストができるようにしてあります。いいですか。じゃあいいです。すみません、あと、はい、もう時間はい、ありがとうございました。